に東京競競競馬馬場でで行われたた競競争であるアイヌス風神が逃げ切り優勝した1988年に、公営、笠松競馬から、中央競馬に移籍した、小栗キャップの登場以来、折からの高原域もあって、日本競馬界は、廃成功以来の一大ブームに沸いており、そのただ中で行われた、本競争は、 入場辞任196,517人、売上金は前年を100億円超上回る397億円と、いずれもダービー史上最高の数値を記録していた。こうした中で一番人気に支持されたのはメジロライアンであった。ドーマは全創殺希少のレースで進路を失うという、不完全燃焼とも取れる形で三着に、赤配しており、 コースが広く、直線も長い東京競馬場ならば、その全能力を発揮できると見られていた。また、生産者兼オーナーの目白牧場は、1961年の目白を以来、東京優勝で3度の2着と、あと一歩で優勝を逃しており、目白悲願のダービー制覇への期待もかけられていた。2番人気は、サツキ賞に優勝した白大生。騎手は、 美内勝美から竹と世へと乗り換わっていた。三番人気は、サツキ賞二着で、前年の最優秀三歳ボバアイネス風人。四番人気には、トライアル競争の NHK 杯を制して、ここに臨んだユートジョージが入り、ここまでが一桁台の単勝オッズであった。スタートが切られると、アイネス風人が先手を取って先頭に立ち、さらに前走では、 中段から刺すレースを見せた白体性もこれに続いた。メジロライアンは10番手前後に控え、先頭から最後尾までが50メートルほどの差で、隊列が固まった。アイヌス風人は、向こう正面で後続をやや引き離し、2番手以下に4馬身ほどの差をつける、短期逃げとなる。第3コーナー手前付近で、 ワイルドファイヤーと白体制の2頭がペースを上げて一馬身ほどまで差を詰めるが最終コーナーを回りながらアイネス風神がラストスパートをかけると2頭は再び引き離され最後の直線に入り完全にアイネス風神の独走状態となった残り200メートルで後方に控えていたメジロライアンが追い込んできたがすでに大勢は決しており アイネス風神がメジロライアンに一橋に一四の差をつけて一着、優勝タイム2分25秒3という、従来のタイムを1秒更新する、レースレコードでの優勝を果たした。逃げ切りでの優勝は1975年の、カブラヤ王以来、15年振りの出来事であった。また、前年のウィナーズサークルに続き、シーホーク3区の連覇ともなった。なお、 最後の直線入り口で第一尾石が故障を発生して競争を中止し、同馬は予後不良と診断され安楽死の措置が取られている。入選後、そのままウィニングランに入ったアイネス風人と中野栄二は向こう正面でしばし立ち止まった後に引き返し、駆け足で正面スタンド前に帰ってきた。すると、この瞬間、スタンドの監修から、 中野、中野という合唱が湧き上がった。優勝者を称えるために観客がその名前を昭和するという方法は、史上前例を見ないものであり、これは、競馬ファンの主体、ひいては、日本競馬のあり方が、それまでのギャンブル性重視の楽しみ方から、より、スポーツ的な楽しみ方に移り変わりつつあることの、象徴とされ、日本競馬史における一つのエポックとされた。 特に古くから競馬に携わっていた層からの反響が大きく民間発の競馬実況アナウンサーであった小坂岩尾は自分たちの時代は終わったと感じた僕らの知っている競馬とは違った時代になったんだと強く感じたと回想し40年にわたり新聞記者を務めた遠山明は辞書の中で涙が出てきた競馬が本当に 一般の人に認められるスポーツになった、と感激したと10回している。また、海外競馬評論家のゴーダ・ナオヒロはこの日の夜、イギリスに住む友人に電話をかけ、日本の競馬が大変なことになっているよと伝えたといい、まさに歴史的な出来事だったと述べている。東京競馬場で解説していた。 大川慶次郎も自身の本命であり最も思い入れの強かったメジロライアンが負けたにもかかわらず、コールを耳に嗜患極まって落類している。騎手、長教師としてダービーを制覇した経験を持つ大久保ふさつは、中野騎手を羨ましがり、こんな風に出迎えられるなら、もう一度ダービーに乗りたいと発言している。当の中野は、勝利騎手インタビューで、コールの感想を問われ、 感激ですと答えている。その後、コールは応援形態の一つとして定着し、1990年代には大競争の後には決まって、馬内な式種の名前が昭和された。勝利機種、中野栄二この競争で記録されたレースレコードは、1999年にアドマイアベガがタイレコードを記録したのみで、2002年に東京競馬場が、 全面改装されるまで終わりに破られなかった。しかしアイネス風神はこの走りで体力を使い果たしており、ウイニングラン途中で立ち止まったのも、故障を恐れて、様子を見ていたためというほどに疲労を困憊していた。同馬は競争後、脚部不安を生じて、休養に入り、そのまま復帰することなく引退している。ありがとうございます。